2011年のチェコグランプリは、ロードレース世界選手権の2011年シーズン第11戦として、8月12日から14日まで、チェコのブルノサーキットで開催された。125cc クラス予選では、ポイントリーダーのニコラス・テロルが、シーズン5度目のボールポジションを獲得。以下フロントローには2番手にポイントランキング2位のヨハン・ザルコ、3番手にはサンドロ・コルテセが並んだ。 日曜日の決勝レースは、フロントローの3人により、金差のトップ争いが展開されていたが、テロルは9周目にロータリーバルブのネジが破損するトラブルにより、シーズン初のリタイアとなった。その後は、ザルコとコルテセが接戦を展開、ファイナルラップの14.15コーナーの切り返しでの、バトルに競り勝ったコルテセが、グランプリ109戦目にして初優勝を成し遂げた。 ザルコは3戦連続で、初優勝を取り逃がす2位に終わったものの、ポイントランキングでは、テロルとの差を一気に詰めて12ポイントとした。元ニクラス予選では、ここまで3連勝を挙げて、波に乗るポイントランキング2位のマルク・マルケスが3戦、連続、シーズン4度目となる、ポールポジションを獲得。ポイントリーダーのステファン・ブラドルが2番手に、アレックス・デアンジェリスが3番手に続いた。 決勝では、フロントローの3人に4番グリッドのトーマスルティ、5番グリッドのアンドレア・ヤンノーネを加えた5人が順位を目まぐるしく、入れ替えるバトルを展開。最後は、ヤンノーネが後続を僅差で抑え切って、トップでチェッカーを受けた。第2戦スペイン GP での優勝の後不調に陥り、低迷が続いていたヤンノーネは、夏休み中に行った。 マシンセッティングの見直しが功を奏して復活を遂げ8000ぶりの表彰台となるシーズン2勝目を挙げた。2位にはマルケス、3位にはブラドルが入り、両者のポイント差は43に縮まった。モートジッピークラスでは今回リズラスズキがワイルドカード枠でジョン・ホプキンスを起用、チームにとってシーズン初の2大体制で臨むこととなった。しかしホプキンスは 土曜朝のフリー走行で点灯し、右手の指を骨折、予選、決勝は欠場となってしまった。予選ではダニ・ペドロサシーズン初となる、ポールポジションを獲得、2番手には、ポイントランキング2位のホルヘロ・レンソ、3番手には、ポイントリーダーのケイシー・ストーナーが続いた。日曜日の決勝では、3周目にトップを走行していた、ペドロサが点灯リタイヤ。その後はストーナーが、 独走体制を築いて2連勝、シーズン6勝目を挙げた。2位は、チームメイトのアンドレア・ドビツヨーゾ、そして3位には、クラス初表彰台となるマルコシモンチェリが入り、ホンダが2006年のアメリカ GP 以来となる、表彰台独占を果たした。ポイントランキングでは、今回4位に終わったロレンソに対し、ストーナーが32ポイントとリードを広げた。ありがとうございます。